アラを改めましておしがすぐ死ぬ男はさもんですよろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますのでもしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは自己代理に第9話、逃したシグナル。なんだろ、う、です。はぁ、あ、割とね、多分こっからがラストスパートなんかなって。 感じかな、うん、はいということでね前回のおさらいで8話ですねあの堂々を探すっていうお話からでしたねあのおばさんがなんか実在するモデルがいるっていうことでねまあなんかそれツイッターで見たんですけどまあ怖かった怖かったあらトラウマになるぞマジであのミエルコちゃん以来あんなこう体使ってビビりまくったね で、途中でだよあの第6話番外編だったんだけどあれがまさかここで生きてくるとは思わなかった面白かったよでもね最後の方にあの刑事さんが「おい!」ってこの。 っていうのがねいろいろあったんだけどまあそこでね時々光るかなんかもうああでこうでっていうのがあったんだけどさーあれどうなる第1話がさいきなりここでドーンってくるかねと思ってさしかもねまだ時はエマが死んでること知らないからバカ面白いからねどうにかしてこれこの作品を見てもらえるようにみんなに広めていこうな はいということでね、えー、今回の第1話も早速見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。そして Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。マジで今季で一番そういうのが練ってあるんじゃないかなって思う、個人的にはね。 再生がどの作品よりもすごいだろう。群抜にすごいじゃん、こんなはい、それでは、えー、Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。 見てくれよろしくそうこれ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 ほらー今ださって書えたね あの金髪の金髪のあいつよね首首系かな してあ、そうじゃんやっぱエーマーのあれかなそう、なんかね金 こっちあれあれだったもんな駅で声かけられてっていうやつだったもんね確かよ。で時はあのまんまあの子は両親に会えたのかなみたいな感じでなんかねいい感じで終わってたんだけど。 その後光がなんか確かゲーねあのー、スマホかなんかでニュース見たんだよなそれは覚えとんけどえぐい殺され方したねまたでもだいぶするとしてもあれは写真撮って 警察の意識に行くっていう感じだろううわどうなんのかな本編開始 <laughs> <laughs> ニャン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 おっあら久しぶりじゃないの堂々会以来っていうことでしょ Ha, <laughs> ha, どうしたんだろうか <laughs> ほう K と大学で男性。 窓から投げるやっぱそうなんかな女性ってなんか待つよね男から言ってほしいもんなんだなやっぱおお 体で払ってもらおうか。ゲームか。勝利って、今の、今のは読めた。あら、なんか。<laughs> 横線が <laughs>。 机だろいや分かるだろ今のだけでも俺は分かったぞ。 そちらの国でも大学院出たらっていうのはあんだなほうあこれあれじゃんなんだっけあのあのお肉じゃんあらららら あらあらあら。あれ、ちょっと離れたじゃん。違う、あ,あ、まあ、でも、喋るね。 なんラナラナーイッキティ <laughs> <laughs> あら二人きりだよ。 めっちゃい,い,いいとこなのにそうだよ何やねんもう。 大学生の一夜をそうだよあーあーあー <laughs> 家賃総裁 <laughs> <laughs> これ言っていいのかな あ,あ、まあまあまあ、まあ、そうそうねそうでいいこの方法バレるとやばいもんななんだかわいそうだよ えー、ちょっと待ってよ改変しちゃダメだって嫌なやつだなこいつもう下心しかねえやん Det er jo. Så det, ja. ここだそうか自撮りの方に入ったんだ酔ってるね。 ああ <laughs> ガリベン君 <laughs> ほらもう。 これ絶対好きじゃんもうほら確定でしょははなんで離れるってどういうことなんで 読めねえなにこれ入会?「入る海」って書いてあったけど何だろうこれこの歌は飲み込んだ言葉風が旅立ちを流す歌うめえなあ顔と涙この夏に残したまま切ないねえられないたくさんの答え 現実、理想、平凡な人生と偉大な人生。ああ、振られた振られた君じゃないか一歩を踏み出し、みんなでゲームやってる。別れを告げる。あれ全員揃ってるね。 これすげーめっちゃいい歌やな違うよもう好きだから選んだんだよ ほらもう完全に覚えてんじゃん好みをほら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 お前もう絶対大好きなやつじゃんこれいや歌うまかったね こっからだよ。潰れんなよ。こっからだよ。頼むよ。頼む。頼むぞ。頼むぞ。 ちょっとよ頼む頼む頼むええ そんなことあったのギリギリここで <noise> おいちょっと話が変わってくるじゃねえかよ <noise> お前酒入っとんぞやめとけって。 やばいって、これなんか色々変わってくるじゃん、なんかもう。 なそうだよおっ

あれじゃあ違うよちょっとえこいつが犯人なのかなミステリー事件おいでもあれは でもそうだよ。なんて言われたの、うん、マージかー。 いやわかるわかるそれわかる行けよー行けよーよ本当だよ。 ははは。<laughs> なるほど。あら。何。何。何。 何あああ新しい友達へヒント。 そうだはあ待てよちょっとおい あ,あちょっと待ってあのー、あのー、メガネ君が捕まってさそのミステリー事件ってなってるのはなんだちょっとだけ戻っていい あの殺された人たちが大学の同級生とかだったら分かるんだけどああいや違う全員関係はないってい言いよったか頭にミステリー事件って何どういうことこれはあの連続殺人事件っていうかエマのやつとも関係はないのは どういういこと別の事件が出てきたってこともう一回ちょっとわけが分かんな、ね、い何これで3人に一緒に連絡来たの新しい友達へ ヒントを受け取った。老年活なんちゃら中心。向こうから電話かかってきたんだな。まず。ええー、でもあんまタイミングがいいだろう。 わわざわざボイチェンまで使ってああっつったや約束どおりになんつったあなんかちょっと言葉尻がわかんねえな約束どおり約束どおりにかとか,なんかでもなんかそれっぽいこと言ってな。 ちょっと待ってあのミステリー事件が何のことなのかちょっとよく分かんねえどうなってんの <laughs>、うん、マザコン男マザコンあーそっかそっかお母さんのあれって言ったじゃん 女子大生がミステリー事件を解決このミステリー事件はあのんんどれのことを指してるまた別の事件なのかあったっけな そうだよね。いつの間にミステリー事件。ちょっともう一回頭見直そう。 あた頭を今見直してます。エマの写真だよね。スッて書いた。ちょっと改めてじゃあもう今、今第1話見るわ。第1話のケツ、ちょっと。 えー、ここだここだ来た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 今エマがでも家家の中出た金髪の男 今より背が高くてキャップかぶって黒のなんかこう斜めがけしてるあれ N の帽子にこれだね王冠みたいなマークのあれだねこっからだこっからだ携帯に映るぞ次のニュースです 郊外の川で女性抜いたいかこれなんだよあーでもあれだな男の声は出てない。 あれあらどう,どうしよう7話8話をもう一回見てよあの警察の人が言ってたのは見た方がいいのかな何分今 ?31 分じゃんごめん長いけどちょっと気になりすぎて見るわ無理だってこれちょっと気になるもんど に警察のあれが今7話っすね7話これだ7話の今16分ん30秒警察のシーン39404142 4344待って待って待って37383940ちょっと一時停止しながら見るわこっからかあらでも殺されてる人違うね そう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 7人目のあれもないんだったねえー、ちょっと待って今勝手に勝手に思ってるけど7人目ってもしかしていやーそんなことはいやーそんなことは7人目そんないや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 それだったら俺マジでもうやーべえよ そんなことはねえだろいや。いきなりこれで7人目の資料できてたとかだったらもう確定じゃん。やばいよね。で、今第8話のケツの方。 連続殺人でヒカルが写真を出してエマが出てるとあれなんだろうなもう全然違う話としてカウントしていいのかなやべえってちょっと話がどん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 変わっていくじゃん どうなるかいねえ面白えからさみんな見てよ頼むってどう思いますか見た皆さんはいやなんか俺は、ね、ちょっと混乱してしまったあれはあれで別ってして考えればいいのかなだって本当だったらね本当だったらあそこで酔い潰れてあの眼鏡かけた女の子が こうね、後ろから「へぇ」ってされた可能性もあるじゃんえー、いやでも服装一緒だったもんなでも金髪じゃないよ声も違ったしなな何だろうかちょっとね現時点でのちょっと皆さんはどう思ってるのかちょっと コメントでね、残していただければ。シャンシャンが7人目の可能性だったら、マジで俺はぶったまげるあそこ手元になかったあれがいきなりできてるとかだったら、もうやばいって、この先には。いや、さすがに違うと思うけどね。ミステリー事件が何のことを指してるかも分かんないけど。 そうだったらやばいね。どうなっていくんだろうね、今後。はい、ということでね、えー、もしこの動画が面白かったら、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そして Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ、はい。ということで、自己代理に第9話、逃したシグナルでした。ありがとうございました。ならね。